休学中。帰ってきましたよ。レンズのご帰還です。はい、あれでしょ？あのほら、ツイッターで言ってたやつでしょ？そう、ツイッターでこう連続でなんかこうつぶやきをしてたやつでしょ？ボケたカメラ。全然ピント合わねえな。治りましたって来たけど、今撮りに行ったら思うツボだなってレンズでしょ？そう。でね、このレンズね、買った時ね、9万円。お、高っ！9万円のレンズですよ。で、修理代が3万円です。あ、意外にするね。するでしょ？いや、意外にすんだね。俺的にはもう、1万円ぐらいだったら嬉しいなって。そうだね。で、こいつね、使ってなかったの、あんまり。まあでも必要なのよ。まあ、だから頑張って修理代出したんだけど、ちょっとね、最後おかしいなってことに気づいて、なんか治ってなかった。いやそれはこれ今から確認するんだけど、ね、何がおかしかった。買う時ってさ、値引きする傾向あるじゃん。これちょっと9万ちょもうちょっと行きませんかみたいな。で、あっちもさ、ちょっと、ああ、それはとかってこうし、やり合いがあるわけじゃん。それが楽しかったりするしね。そう、楽しいじゃん。で、9万円、じゃあ8万、じゃあ8万5千とか、なんかこう、ね、間、もしくは最初から無理ですみたいな、そのやり取りが、どっちかっていうと、その店員さんの方が、こう、なんて、買ってくださいみたいな。ああ、そうね、向こうは買ってほしいからね。でも今回思ったのよ、これ3万円って言われた時に、3万円ですか？はい。3万円です。これそれが妥当ですよね。あ、そうです。もうこれです。はい。もうどうしますかみたいな感じなの。わかる？だからこの3万円だけど2万円で治りませんかっていう、そういう余地もない。もうダメなんだ。そう、だからもうだから治すか治さないか。3万円で。じゃあもうこれを治すか、もしくは治さないんだったら新しいの買ってくださいみたいな。もうだからもうそのままです。壊れたままです。それってさ、もう急に立場変わんない？向こうは最初買ってほしかったのってこと？いやだから向こうは最初これ、まあ、ちょっとでも安くしますんでっていうのが、それが壊れて直すときにはもう向こうなわけ。3万円で直すなら直してください、直さないなら、直さないでください、はい、安くはしません。なんかその立場のこうバッと変わる感じ。今まで優しかったのに急に冷たいみたいな。そうで、なんかこれになんか似たことあるな、この現象に。って思った時に、ね、傘、雨降った時の傘 ね、 ね、あいつ、雨降った時めちゃくちゃこう必要とされる。必要だね、絶対雨降ったらみんな傘差すからね。その外出る時傘ないともう絶対無理みたいな、ね、で、すっごく必要とされてさ、もうなん傘ってすごいなってなるのにね、その雨が止んだ瞬間に、もうこのこいつ、もうない、もう持ってんのすごくめんどくさい。邪魔になるやつね。そう。さっきまであんなに必要としてたし、感謝してたでしょ。わかる、それはわかるわ。で、そしたらしまいにはもうどっかに置き忘れた。置き忘れるね。でも置き忘れたのちょっとわかってるんだけど、もう取り行かない。ちょっともうここ置いていこうかなぐらいのね。あるでしょ。いや、なんかその、ちょっとそれとちょっと似てるな、みたいな。まあ確かにね。遊園地とか行って傘雨降ってきて買ってもやんだらちょっと邪魔だなみたいなね。まあ確かになんか切ないなみたいな。切ない。でも逆にその傘の気持ちになったらもっと切ないけどね。いや俺やった、必要とされてるって思ったのに急に雨やんだら、もういらないんですか。だからそれさっきだよって言ってるんだよ。そういうことね。その傘の気持ち、傘の気持ちなんて考えたことないでしょ。ない。俺は今やっと気づいた。でもじゃあだとしたらこのレンズもそうかもしれないよ。え、今までカズマがあんまこのレンズを使わなかったから、すねて僕を使ってくださいっつって壊れてたのかもしれない。こいつがね。そうだから、カズマにすごい訴えてるレンズかもしれない。こいつじゃあそのうざい時の傘の気持ちだったわけ。そうかもしれない。うわ僕はもういらないんですか、カズマさんって言ってたのかもしれないよ。
それは気づかなかったな。じゃあこいつがそう思ってるのに気づいたら3万円だったわけか。そうかもしれないね。安いな。3万円で気づけたんだ。あこれ今すぐ使おう。いいよ、撮影行こう。いいよ。あじゃあ君使います。行くわ。行くわ行くわ行くわ。あいつ行動早いな。思い立ったらすぐだから。ちょっと行こう行こう。行こう行こう。はい、じゃあ一緒に行くよ。分かったよ。はい、行きますよ。はい、行きましょう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 。